すげえ、立川ってララポートあるんだね。俺初めて知った。店内すごい綺麗で、ゲームセンターがナムコですね。こちらで、ゲーセンの横にドン・キホーテがあるの、すごい。ここゲーセンで、ここがドン・キ。いつでもね、ネタ道具がね調達できる。で、今日たまたま来たんですけど、なんか少し前にリスナーさんに立川のララポートの太鼓が隣との距離が近すぎるみたいなコメントいただきまして、まあそれがこちら。本当にそんな近いのかな。で、なんか翔さんもその配置について店員さんに言ってくださいみたいな言われました。で、今ゲーセンに入ったんですが、太鼓はどこにあるのか、音は聞こえますね。こっちか。やっぱり平日の、あ、近い近い近い。やっぱり平日のララポートって空いてますね。うん、確かに近いな。確かに近いわ。なんか真ん中でやってる人がいるな。確かに近いな。これちょっと俺2ページじゃできないぞ。確かに近いわ。めちゃくちゃ近い。あのさっきやってる方がね、もう1クレやりました。難易度もね、鬼をやってて、普通にドンダーですね。で、その方に、すいません、ちょっとあのこの太鼓横との距離が近くて、その様子をちょっと顔を映さないので、後ろ姿だけ動画撮らせてもらってもいいですかみたいな、一緒にこうプレイして。で、僕太鼓の達人系 YouTuber をやっておりますっていうこと話して、撮れるかちょっとね聞いてみたかったんですけど、彼女さん、多分彼女さんかな、彼女さんといてちょっと微妙な感じ。うん、彼女さんと一緒にね太鼓やってます。ちょっとこうなったらやっぱり隣でやってる人がいないと、まあ、動画にならないと思うんで、ちょっと声かけて、まあ、一緒にというか、こう隣同士でやってくれる方を探しますかね。うん、やっぱり一人でやって、あ、確かに隣と近いってなっても人が立ってないとね、比較にならないんで。でも平日だからなかなか人がいない。こうやってくれそうな方に声をかけたいんですが、やっぱこういうとこなんか目的があってきてるからな。あの小学生ぐらいの子が前鉢やってて、でお母さんと一緒にいて、でお母さんに、あの、すいません、僕太鼓系 YouTuber やってるんですけどって、今とある企画やりたくてっていうのを説明して、でも、あ、 YouTuber ですかって言われて、あ、ちょっとごめんなさいみたいに言われて、その時に息子さんがこっち振り向いて、あ、マイナショーさんだみたいな、ちょうど知っててくれましたね。人がいないから本当結構探すのが大変すぎる。どうしよっかな。
なんだかんだできる。せーの。ということで撮影してきました。先ほどは本当にありがとうございました。でちょうど撮ろうとしたら他の人がねちょうどやって、閉店時間近かったんでやばかった。本当にお時間取らせてしまって申し訳ないです。本当にありがとうございました。でやっぱりリスナーさんが言った通り近いです。うん、大人と大人だったら絶対にぶつかってる。でもかなり面白い絵面が撮れました。本当にありがとうございます。一回断られたんですけど、他に店内にお客さんがいなくて、もう一回ダメ元で後ろ姿しか映さないのでダメですかと言ったところ、あ、後ろ姿だけですかみたいになって、なんとか OK もらいました。話をまとめると、僕が太鼓系 YouTuber やってますと、で話しかけて、あ、 YouTuber ですかってなって、いやちょっとみたいな感じになったんですけど、息子さんが僕のこと知っていて、で僕はその時気づかなかったんですけど、そのリスナーさんとそのお母さんが、僕のことをこう後ろから、あ、まだいるみたいな感じでついてきていたらしくて、これはいけるんじゃないかということで再度交渉した結果いけたということです。ちょうどプレイし終わったら8時ぴったりで超ギリギリでした。何これ、すげえ椅子だ。